の白は海上自衛隊の護衛艦、最上型護衛艦の3番艦、官名は米城側の下流の別名であるの城側に由来する。この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の阿賀野型軽巡洋艦の城、海上自衛隊の畜小型護衛艦の城に続き3代目にあたる。中期防衛力整備計画に基づく令和元年度計画護衛艦として、 三菱重工業に発注され、2020年7月15日に、三菱重工業長崎造船所で、寄港、2021年6月22日に、の城と命名され、浸水式を迎えた。今後、寄贈工事と海上工務を受けた後、2023年3月に、収益する予定である。一番艦最上は、 三菱重工業長崎造船所で建造中、搭載前の期間の陸上運転試験の際に、ガスタービンが損傷したことで工事が遅延したため、2番艦、熊野が1番艦に先立ち2020年11月に浸水、続けて2021年3月に、もがみが、そして2021年6月に3番艦である、の城が浸水するに至った。の城は、もがみ、 熊の同様、日本周辺で増大する平時の警戒監視活動の他、有事には、対戦線、対空戦、対水上戦などへ活用でき、さらに、従来は、総会官邸が担っていた、対機雷戦も可能となっている。主に東、シナ海や日本海など、日本近海での警戒監視活動にあたる予定だが、海賊対処活動など、海外派遣任務も期待されている。 浸水時点では、クルー制導入のため偽装委員長は決められなかった。ありがとうございます。